こんばんは、ピヌさんです。グランディア続きやっていきましょう。今日はあんま時間がないので1時間くらい。向こうにとってもナイーブな船員さんがいるでしょ。実はあれうちの自慢の子なの。うちの子はこの船の船員さんの中で特別繊細でテレ屋さんなの。まあまあまあ仕事しましょう。あれ、これは若きプラッツの絵じゃないか。13歳の時海賊船の船長と互角にやり合って有名になったんだよな。でも20歳の時に大嵐の中船に残って死んじゃったんだよな。だから少年の頃の絵が描いてあるのか。こういうのにも全部セリフ用意されてるんだ。冒険が待ってるか。ああ、早くニューパームに着かないかな。ここも？あ、ここはないか。まあ仕事もあるんですけどね。NPC のね、セリフが結構充実してるんでね、なんか見ておきたいなっていう気持ちも起きますね。ん？ってことは俺の弟分じゃねえか。おう、ビシビシ行くか、覚悟しやがれ。いやーよかった。正直なとこ、樽流しなどが行われなくてほっとしているのだ。さあ、今日も一日忙しくなりそうだな。よし。これさ、パワーが振り切るなんてことないと思うんだよね、普通にやってて。70秒超えちゃうともうダメだからな。ダメ扱いされますからね。でも無理じゃねえこれ。多分ね、スーが左側に行っちゃったらもう終了なんですよね。あ、終わった。こら、なんたるざ。まだ2日目だというのにちっとも上達せんで。まったく、もうじき大事な人が食うというのにこんなひどい看板見せられんぞ。大事な人？この船に船長よりも偉い人なんていたかな？うるさい、お前なんかには縁のない話だ。もうとっとと寝ろ。まあ随分な言い方じゃないか。船長とは会えてないんだよね。そうそう、いないのよ。よし、レンズもピカピカに磨いたし、これで光がよーく届くようになったぞ。ねえねえ、何に使うの？そんなでっかいライト。そんなことも知らんのか。合図にするんだよ、ライトの光でな。船乗りとか冒険者がよく使ってるのさ。もうすぐお客さんが乗り込んでくるはずだからな。船が来たことを知らせなきゃいかん。お客さん？こんな海のど真ん中で？そうだ、聞いて驚くなよ。お客さんというのはニューパームで一番のすごい冒険者だからな。え、冒険者？この近くには人の住んでいない小さな島がいくつもあるんだ。そこで古いお宝の探索をしてたそうだ。明日は朝早くからそのお客さんを出迎えるからな。絶対寝坊すんじゃないぞ。すっげー、ニューパームで一番の冒険者か。あ、もう強制的にあれか、イベントが進むんだね。
なあスー、ニューパームで一番の冒険者ってどんなやつだと思う？やっぱさ、冒険者っていうぐらいだからヒゲもじゃで筋肉もりもりの大男なのかな。むにゃむにゃ、そうそう、きっとさ、腕なんか5本ぐらいあんのよ。チェ、寝ぼけてら。でも冒険者に会ったらどんなこと聞こっかな。トラップの外し方にモンスターの弱点かー、今夜は眠れそうにないや。ジャスティンってば、早く起きないと叱られるわよ。ねえ、ジャスティンってば。もうちょっとあと10数えるまで。何言ってんの、冒険者が来るから寝坊するなって昨日言われたでしょ。おい、何やってんだ、すぐ早くしないと置いてくぞ。本当に調子いいんだから。もう誰もいなくなってんね。お、お、上がってる？おお、面白っ。上がるぜ。あ、面白っ。面白いね、こういうギミックあるのね。いやいや、こうかな。うん、あれ、あの人何してんのかしら。変なの、バカみたいだよな。ねえ、おっちゃん何してんの？ああ、これか？これはイカス冒険者や船乗りの挨拶さ。一人前ならできて当然なんだぞ。そうなのか、俺もマスターしなきゃ。違う、そこはこう、えぐり込むように。こうかな？イカス。はあ、なんだかバカみたい。お前はなかなか筋がいいぞ。そうですか？この辺はセリフ変わってないっすね。うん、変わんないね。ちょっと一等客室見てこようかな。ピダリーナ、やはり生きていてくれたんじゃな。お、俺のこと？お前じゃない、そっちのプープー言っておる方じゃ。死んだ息子に実によく似ておる。プーイが？プー。そうなんだ。へえ。やっぱりちょっと一応ね、聞いておくべきだったね。面白。やっぱりあるんだ。仕方ないな、掃除しようと。あれ、どこが汚れてるんだろう。綺麗なもんじゃないか。変ね。あ、その小さなシミのことじゃない？こんなちょっとの汚れかよ。お、ありがとう。なるほどね。なるほど、旅をしてるんだね。ゲーム。
いいね。お、勝った。やったぜ。ってことは結構お金貯まったんじゃない ?1401。まあまああるな。うん。じゃあ大冒険者のところに行きましょうか。お前たちも挨拶してきな。どこ？あ、いや、すごい。みなみちゃんだ。また名を挙げたな、フィーナ。元気な顔が見られて嬉しいよ。久しぶり、船長。船長も元気そうね。まだ信じられんよ、フィーナ。伝説の海賊ウォーレンの黄金の遺産をこの目で見ることができるとは。すごいでしょ。正直言ってちょっと手こずったのよ。もう次から次へとトラップの嵐。性格悪いったらありゃしない。でもドジな冒険者の頭かく、私なら引っかかったりしないわ。最後の最後、大きな岩に追いかけられた時はちょっとやばかったけど、とっさに横の穴を見つけて飛び込んだ。おっと待ってくれ、立ち話じゃもったいない。お前さんの冒険談は船長室でゆっくり聞かせてもらうよ。その宝物は船員たちに運ばせておこう。分かったわ、船長。じゃあよろしくね、みんな。俺たちにも後で。あれ、あなたたち二人は誰？初めて見る顔ね。俺はジャスティ。わあ、女の子？新大陸で一番の冒険者って女の子だったんだ。かっこいい、それに美人だわね、ジャスティン。ふふ、ありがとう。船長、この二人を紹介してくれる？そうそう、フィーナとは初めてだったな。こいつらは見習い船員だよ、ジャスティンに、それからスーだ。私はフィーナ、よろしくね。ねえねえ、ジャスティン、手を挙げてパンってする挨拶、私たちもしようよ。よし、さっき練習したもんな。俺、ジャスティン、よろしく。あはは、知らなかったわね。それは一人前になってからする挨拶なのよ。はい、今は握手。一人前の船乗りになるまでハイタッチは取っときましょうね。よし、行くか、フィーナ。サボるんじゃないぞ、ジャスティン。二人とも船のお仕事頑張ってね。じゃあ行きましょうか、船長。ちぇー、子供扱いされちゃったよ。点で相手にされてないや。でもかっこいい。私もあんな風になりたいな。新大陸で一番の冒険者か。確かに可愛かったよな。つまんない、今日もお掃除か。何言ってんだよ、海に捨てられなかっただけマシだろ。お前が原因なんだぞ。あれ、ピカピカになってるね。あれ、綺麗になってるよ。誰かがやってくれたのかな。こら、あんたたち遅い遅い。寝坊すけじゃいつまでたっても一人前の船乗りにはなれないわよ。おはよう、ジャスティン・スー。今日も暑くなりそうね。俺たちの名前覚えてんの？相手にされてないって思ってた。一流の冒険者っていうのはね、記憶力だって抜群なのよ。と言いたいとこだけど、船長から話を聞いてね、一緒にお話ししようって思ったの。
それでお掃除でもしながらと思ったんだけど、なかなか来ないんだもの。この調子じゃ一人前の船員になれるのはまだまだ先の話ね。チェ、厳しいな。けど俺は冒険者なんだ。それでも全然 OK だぜ。冒険者？あれ、船長は見習い船員って言ってたわよ。これは世を忍ぶ仮の姿。それには深いわけがあってさ、だいたいこの数がさ、何よ、元はといえばジャスティンが私を捨てようとしたのがいけないのよ。捨てる？ねえねえ、聞いてよフィーナ、ジャスティンったらひどいんだから。ってわけなんだな。俺も立派な冒険者だろ。ねえ、ジャスティンが悪いってわかったでしょ。はっはっは、二人がとっても仲良しだってよーくわかったわ。はは、おかし、こんなに笑ったの久しぶりよ。ねえねえフィーナ、フィーナの話も聞かせてよ。私たちだけなんてずるいじゃない。そうね、どんなことが聞きたいのかしら。そうね、どんな冒険をしてるんだい。とても一口じゃ言い切れないわ。ニューパウンまではしばらくかかるはずだから、毎日ちょっとずつ話してあげるね。ということは甲板掃除もまだしばらく続くってことか。チェ、見習い船員はつらいな。あは、腐らない腐らない、私も手伝うから。3人でやればきっと楽しいわよね。わあ、ありがとうフィーナ。そういえばジャスティンは世界で一番の冒険者になりたいって言ってたわね。私たちニューパームの冒険者協会に行くの。フィーナも入ってるのよね。もちろん入ってるわ。よーし、俺も冒険者協会に入るぞ。そんでもってバリバリ冒険するんだ。そうね、その時は一緒に冒険しましょうか。きっと楽しいわよ。私の住んでいるところ、ニューパームのすぐ近くよ。気楽だから一人で暮らしてるの。一人で？フィーナったら偉いんだ。寂しくないの？両親はずいぶん昔に亡くなったし、前は姉さんがいたんだけど今は別々に暮らしてるから。へえ、新大陸で一人暮らしか。かっこいいよなフィーナって。嫌な風ね。そういえばいつの間にかカモメたちが。私、ちょっと船長に会ってくる。ジャスティンとスーは船員室に戻った方がいいわ。じゃあ。さっきまであんなに笑ってたのに、急に真面目な顔しちゃってどうしたってんだろう。ねえ、見てジャスティン、カモメがいつの間にか一羽もいなくなってる。ほんとだ。なんか面白いことが起こりそうな気がしてきたぞ。俺たちも見に行こうぜ、スー。どこ？船長室。雲行きね。なお、これ逆の方向に来てるね。船長、急に風が出てきたの。海が荒れそうよ。変な雲も近づいてくるし。そりゃあ大変だ。早いところ船員たちを集めて。でもそれだけじゃなくて、なんだか嫌な予感がするの。ほらスー、これが海図って。いや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 、ほらお前たち仕事はどうしたんだ。さっさと仕事に戻れ。フィーナ、一体どうしたんだ。なんか悪いことでも起きるのか。何も心配いらないのよ、ジャスティン、スー。船員室に戻って休んでなさいね。ジャスティン、船員室に戻ろうよ。なんだか重大事件みたい。船長、できるだけ大きく航路を変えましょう。急いで乗組員を集めて。しかし、フィーナ、お前の嫌な予感ってのはもしかして噂の幽霊。またあの船の話なの？やめてよ、あんなの。ただの迷信よ。え、幽霊船だって？俺にも教えてよ、その話。ジャスティン、聞こえなかったの？私は船員室
室で休んでなさいと言ったはずよ。なんだよケチ、ちょっとくらいいいじゃんよ。これは子供の冒険ごっことは違うのよ。いい子だから言う通りにしてちょうだい。フィーダさん、たたた、大変です。すぐに甲板に来てください。船長、乗組員たちに落ち着いて行動しようと伝えて。船客が動揺するわ。こうしてはおらん。本当に例の幽霊船ならわしではおしまいだ。行くわけないだろう。大冒険な匂いがしてきたぜ。俺たちも甲板に行ってみよう。そうなんだ。待って、ジャスティン。あれ見て。おお。すっげー、本物の幽霊船だ。すっげー。うわー、ムードたっぷりって感じ。よーし、決めたぞ。俺の初めての大冒険はあの幽霊船退治だ。情けないわね。この船には本物の海の男ってのは乗っていないの？あ、フィーナの声。あっちよ、ジャスティン。あ、もうダンジョン始まってんな。今はっきりしていることは、あの謎の船を何とかしない限り私たちは生きてエレンシアにはたどり着けないってことよ。このままじゃ船乗りだけじゃなくお客さんたちまで巻き込むのよ。船乗りの意地と根性を見せなさい。さあ船長、みんなをまとめるのよ。ダメだ、もうおしまいだ。本当に幽霊船が現れるなって、ここでみんな死んでしまうんだ。あれはただのナンパ船よ。幽霊船なんて迷信に決まってるわ。とにかく船を立て直すのよ。だがな、あの船が現れてからこっちの船は動かなくなったんだ。エンジンをフル回転にしてもな。もうしっかりしてよ。力を合わせなきゃ海の藻くずよ。けどフィーダー、俺たちに何ができるって。大体幽霊船なんだ。俺たちは船乗りだぜ。船が動かないんじゃどうしようもねえ。情けないこと言わないで。あなたたち海の男なんでしょ。私があの船の謎を解いてみせる。さあ誰か私と一緒にあの船に乗り込む勇気のある者はいないの？あの幽霊船が現れてから急にこの船が動かなくなった。噂に聞いてた通りだ。あの幽霊船に出会った船は全て沈んでしまう。もうダメだ。精霊をたたえな。ひぃ。心配するな、フィーナ。俺たちが一緒に行ってやるよ。ジャスティン。さあみんな、こんな子供たちでさえ勇気を見せてくれているのよ。あなたたちの中には私と一緒に行く勇者はいないの？だからあの船には俺が一緒に行ってやるって。俺が幽霊退治をしてやるよ。幽霊退治？そんな非現実的な話いい、ジャスティン。幽霊なんてものを信じてたらとても冒険者なんてやってられないの。ジャスティンたちはこの船でおとなしく待ってて。冒険の人いじめなんてずるいぞ。やっと冒険の旅らしくなってきたのにフィーナ一人だけ楽しい思いをするなんてずるいよ。ジャスティンは簡単に考えすぎ。冒険は子供の遊びじゃないわ。何かあれば命を落とすこともあるのよ。そんな甘い考えじゃ本当の冒険に出るには危なすぎるの。まだまだ経験不足だわ。俺、フィーナのことが心配なんだ。女の子ですって？失礼ね。私は冒険のプロなのよ。少なくともアマチュアのジャスティンに心配されるほど私の腕は悪くないわ。俺が行かなきゃ誰が行くんだ。せっかく冒険の旅っぽくなってきたのに。俺だって冒険者なんだぜ。
だったら状況は分かってるでしょ。ジャスティンが役に立つって保証はどこにもないじゃない。アシネマトイを連れて行けるほどあの船は甘くない。私の勘がそう言ってるの。チェ、もう頼まないよ。こっちはこっちで勝手にやるからさ。行こうぜ、ス。でも、もう困ったわね。あら、クレーンで。フィーナ、言われた通り幽霊船に渡る準備をしておいたぞ。ぐずぐずしてる時間はないわね。分かったわ、ジャスティン、一緒に行きましょう。少しでも足手まといになったらすぐに帰ってもらうわよ。約束できるわね。やった、そう来なくっちゃ任しとけって。さあ、ぐずぐずせずに行くわよ、ジャスティン。スこれでフィーナが仲間になってレベル6。あ、強いわ。確かに。まあ、あとは別に買える武器、防具はなし。なるほどですね。行きましょう。しかし、すっげえ船だよな。本当に幽霊でも出そうだぜ。おじけついたの、ジャスティン。幽霊なんて非現実的な話しておいて。バカ言え、俺がこんな船にビビるわけないだろ。ねえ、ジャスティン、それよりどうやって下に降りるの？どうやって降りるかって？こうやって降りるんだよ。まったく、ジャスティンたら。ジャスティン、待ってよ。で、ダンジョン。うっしゃー、ゾクゾクするよな。はしゃがないで、ジャスティン。何が起こるかわからないのよ。ごめんごめん、冒険者の血が騒いで仕方ないんだよ。へへへ。よし、まあ、ここから入るだろうけど。ん？ここからなら下に行けそうね。私が一番前を行くから二人ともついてきて。あー、甲板を、あれか、探索はできませんでしたね。わー、真っ暗で何にも見えないよ。二人とも油断しちゃダメよ。足元に気をつけて。なーに言ってんだよ、一流の冒険者ならこんなところ。なんだこれ、生あったかくてぷよぷよ。ジャスティンのエッチ。いきなりボイスあったね。でな、前にいるくせに急に止まるから悪いんだろ。いやー、ジャスティンのエッチ。あ、セーブあるな。どうすっかな。今30分で前に進めるかどうかって話なんだよね。なるほど、マナーエッグ。あー、マナーエッグね。ああ、なるほど。はいはい。まあ、魔法もスキルも習得したらガンガン使っていけって話よね。どうすっかな、30分でクリアできっかなって話よね。その次のセーブポイントまで、だからまあボスの手前ぐらいまではいけるか。あんまり視界は良くないですね。あ、今幽霊いたな。ん？いるね。幽霊、あれかな、物理入らないパターンかな。どうなんだろうな。魔法？
あ、物理入ってるな。炎よ、燃やしちゃえ。大丈夫だ、物理入るわ。あんまりくれないね、でも経験じゃそんなにくれませんね。あー、ちょっと入り組んでんな。ここから降りられそうね。降りる。あー、あそこね。これあれか、降りていかなきゃダメなパターンか。いやー、でもアイテム何個かあるような気がするな。ちょっと探索したい。だな、技使って覚えさせていった方がいいな。フフ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 フ。そうか、敵が強くなったけど3人になったから経験値が少ないんだ。違うな、経験値は普通にもらってるか。8、まあ、そんなに低くないか。ああ、食料庫。え、あ、なんだこれ、来たところ。あ、スタートか。あ、幽霊は割と無限湧きパターンですね。あや、不意を使えた。フィーナあんまり攻撃力が高くない。でも力あるけどね。まあいっか。まずは残り30分以内にセーブポイントを探すのが先ですよ。ん？敵いっぱいいるね。あー、見づらいな、なんかマップ。フフフフフフフ。技全回復したら使っていく感じで。魔法は多分復活しないんだろうな。あ、範囲攻撃なんだ。入ってない。
なんかさ、そう考えるとどこでもセーブ機能ってすげえ便利よね。宝物部屋。宝物ですか？あんまりアクションがなかった。あ、もうなくなってるってことか。そういうことだね。肉が落ちてるぞ、肉が。危ないジャスティン。罠。すっごいフィーナかっこいい。それに比べてジャスティンかっこ悪い。もうどこ歩いてるかわかんなくなる。戦争、あ、これさっきのところの上か。あー、落ちやすいんだろうな、これ。落ちるんだろうな、普通に。はい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 。どうする？あれ取りに行くか悩む。あー、いけない。落ちる。落ちない。落ちそうだな。落ちない。取れないんじゃない？これ。あー、そういうこと。下甲板。まあ、敵もアイテムもいっぱいあるね。風の五分。五分。風の耐性プラス4。風の耐性。あれ今。なんか敵と戦っておきたいんだけど。アンモナん？結構経験値くれますよ。はあ、眠くなってきた。よし。レベル上げは大変だね。あんまり経験値もらえませんからね。これ登っていくでしょう。中甲板。ん？関係ないか。
シーゼリー。炎よ、燃やしちゃえ。あー、結構範囲広い目ですよね。広い目広めですね。これなら楽勝ね。経験値めっちゃ食える。攻撃力ないね。ゼロ。ちょろいちょろい。海賊帽子、海賊帽子。広間。いやーボスいそう。あーセーブある。ボス戦前ですよねこれ。剣が落ちとる。ちょっと待って、剣があんなところに。提督の剣。少し錆びている。まあこんなところで、今日はここでセーブが来てしまったので、終わりにしましょう。はい、ということで、長丁場なんで私時間見つけてちょくちょく進めていきますんで、まあ1時間弱ぐらいで進めていければいいかなと考えてます。ということでこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。